西本線は、三重県亀山市の亀山駅から、和歌山県新宮市の新宮駅を経て、同県和歌山市の和歌山市駅に至る、鉄道路線である。亀山駅新宮駅間は、東海旅客鉄道、新宮駅和歌山市駅間は、西日本旅客鉄道の管轄で、JR 西日本の区間の内新宮駅、和歌山駅間には、木の国線という愛称がついている。亀山駅にある、 規制本線の0キロポスト、紀伊半島を海沿いに走る路線。全通したのは、日本の感染級の路線としては、比較的遅く、1959年のことである。新宮駅を境に、東側の JR 東海が管轄する区間は、非電化であり、西側の JR 西日本が管轄する区間は、直流電化されている。名古屋駅からは、 関西本線と伊勢鉄道伊勢線を京都駅、新大阪駅からは東海道本線、大阪環状線、阪和線をそれぞれ経由して道路線へ特急列車が直通している。JR 西日本管轄区間ではカーブを高速で通過可能な振り子式の車両が一部の特急列車で使用されている。JR 西日本の管轄区間では 海南駅和歌山駅間の各駅と南海電気鉄道が管理する和歌山市駅で自動改札機が新宮駅田鍋駅間の特急停車駅と田鍋駅冷水浦駅の各駅では IC 専用型自動改札機が設置されている新宮駅和歌山市駅間が愛子家のエリアに含まれており新宮駅和歌山市駅の各駅で愛子家などの IC 乗車カードが利用できるまた 2018年10月1日に近畿圏で開始されたピタパによるポストペイ利用は対象外となる。2021年3月13日より車載型 IC 改札機を導入することにより、新宮駅キータラベ機関の全駅でもアイコカなどが利用可能となった。2014年度から新宮駅和歌山駅間の木の国線区間に W の路線記号が導入されている。 亀山駅新宮駅間は JR 東海の東海鉄道事業本部、新宮駅和歌山市駅間は JR 西日本の和歌山市社が管轄している。なお、木和駅和歌山市駅間のうち、分解点和歌山市駅間 1.0km は南海の所有である。この区間は南海が施設を JR 西日本に対応しており、南海が 第三種鉄道事業者とならず、JR 西日本が第一種鉄道事業者となっている。紀伊半島を半周する路線で、松阪駅和歌山駅間では、熊野や南紀といった沿岸部の都市を国道42号と共に結んでいる。紀伊長島駅海岸駅間では一部区間を除いて、海沿いを走行する一方で、滝駅紀伊長島駅間など山間部を走行する区間もあり、山間部では、 野生動物と列車が衝突する事象も増えている。亀山駅滝駅間鈴鹿川の北側にある亀山駅を発車すると右にカーブして鈴鹿川を渡り丘陵地の中をトンネルで抜けていくつものカーブを抜けて南東方向に進む。築堤を上がると仮称駅であるがなお山間部の中を進みしばらくして田園地帯に入り国道23号をくぐると一新田園駅で 左手に、新州高田派本山の千秋寺が見える。左手から、伊勢鉄道伊勢線が合流してくると、近鉄名古屋線をくぐって、津駅に到着する。三重県の県庁所在地で、近鉄名古屋線と伊勢鉄道伊勢線も乗り入れている。津駅を出ると、三重県庁が立ち並ぶ丘陵を右に眺めながら、近鉄名古屋線と並走して南下する。あの川を渡り、 津市の副都心として発展している近鉄津新町駅の東側を通過し岩田川を渡ると近鉄名古屋線と分かれて市街地を進むとあこぎ駅で国道23号と共に南下を始める紅茶屋駅の先で田園風景が広がってくるようになり雲津川を渡ると津市から松阪市に入る六県駅を過ぎ山都線を渡って近鉄山田線と交差し 紀勢本線は近鉄山田線の西側を走行する。右手から名称線が合流すると松阪駅に到着する。松阪駅を出ると近鉄山田線はやや東向きに分かれてゆく。かつて伊勢電気鉄道との乗り換え駅であった乗り数駅を過ぎて丘陵地帯を通過し、串田川を渡って間もなく滝駅に到着する。滝駅新宮駅間建設の経緯から、 三宮線は、滝駅を出ると直進するのに対し、紀勢本線は右にカーブをして、進路を西に変えて、かつて、紀勢東線と呼ばれていた区間に入る。国道42号を過ぎると、大岡駅を通過し、滝町役場の西側を走行すると、紀伊山地に入り、川添駅まで茶畑が目立つようになる。この先、国道42号と共に、和歌山市を目指す。 三世谷駅を出ると、宮川に架か,かる、アンダートラス橋を渡り、滝原駅、阿蘇駅間では、大滝橋と呼ばれる渓谷を通過する。梅ヶ谷駅を過ぎると、伊勢国と紀の国の境にある、二坂峠を二坂トンネルで抜け、オウム状のカーブを十三ものトンネルで抜けると、紀勢本線では初めて、熊野灘が見える海沿いに出て、再び、トンネルをくぐると、木永島駅に到着する。 紀伊長島駅を出ると赤羽川橋梁を渡る。美野駅を出て小さな峠を越えると、田園地帯を走行し、船津駅を通過して、愛賀駅を過ぎ、銚子川を渡る高架橋のままトンネルに入って、銚子川沿いの谷を走行し、馬越峠を大和瀬トンネルで抜けると、大和瀬駅に到着する。国道は山間部を通過するのに対して、帰省本線は海沿いを走行し、 中部電力の大瀬三鷹緑発電所を左手に眺めながら小さなトンネルを抜けて大曽根浦駅を通過する。この先は長大トンネルが多く熊野市駅まで各トンネルの間に駅が所在するようになる。久喜駅、三木里駅と続いて帰省東線と呼ばれた区間が終了する。この区間は住民、政治家から国鉄に対して陳情が行われ。 久喜駅経由で建設されることになった。三木里駅あたしか駅間は、帰省本線で最後に建設された区間であり、建設当初の計画では、河田駅あたしか駅間を一本のトンネルによって結ぶ予定であったが、住民から国鉄に対して陳情が行われ、二木島駅経由で建設されることになった。熊野市駅近くにある鬼ヶ城と呼ばれる継承地が、 島半島から続いたリアス式海岸の最南端にあり、熊野市駅からは平野部が続き、宇土の駅までは約 22km の海岸線が続く7里、三浜沿いに進む。この7里三浜では毎年8月に熊野大花火大会が行われ、臨時列車が多数運転されている。宇土の駅を過ぎると、右にカーブをして一度山側へ迂回して、 三重県と和歌山県の県境である熊野川を渡り、新宮城跡の下に設けられた、丹鶴トンネルをくぐると、新宮市の市街地を進み、ほどなくして、新宮駅に到着する。なお、熊野川橋梁中央部から丹鶴トンネル入り口までのわずかな区間が、JR 東海唯一の和歌山県区間である。JR 西日本が管轄する区間の大半は、沿岸部を走行している。 近い将来に発生が想定されている東海地震、東南海地震、南海地震による津波対策として、新宮駅和歌山駅間では避難誘導表が沿線に設置されている。沿線の河川柱には津波浸水区間、避難する方向、避難場所と避難場所までの距離などが記された看板や海岸線沿いで海抜が低い串本駅キー、勝浦駅間においては、 津波避難用の全長5メートル程度のコンクリート製、避難誘導降車台が設置されている。なお、この区間の各駅の1日あたりの乗降客の推移については、和歌山県のホームページに一覧表が公開されている。新宮駅北鍋駅間規制本線の要衝の駅である新宮駅は、かつて新宮運転区が設けられていたこともあり、 校内は広大な留置線が設けられている。新宮駅を発車した列車は南東に進んだ後に王子が浜の海岸線を南下する。那智駅は那智通ら海浜公園の前にあり、海水浴場もあるため特急列車が停車していたこともあった。熊野那智大社は那智駅から山奥に入った場所に位置している。2011年の台風12号による大雨の影響で、 橋脚が流されたナッチ川を渡りキー勝浦駅に至る。キ伊勝浦駅のすぐ近くには、マグロの水揚げ量が日本一を誇る勝浦漁港と南紀勝浦温泉がある。古くからの温泉地である、湯川駅を過ぎ、日本の捕鯨発祥の地にある大地町の大地駅を通過し、駅前に県内最古の前方公園墳のある、 下里駅の先では、万葉集でも読まれた玉の裏を望みながら、木浦上駅を過ぎ、左手には、近畿大学水産研究所の浦上研究所が見え、山間部に入る。木板原駅付近から再び海沿いを走行し、平成の名水百選にも選ばれ、カヌーでの川下りが盛んな小座川を渡って、小座駅である。対岸に、木大島が見え始め、木美名駅を過ぎると、 岩が立ち並ぶ、橋群岩が見え、本州最南端の駅である、串本駅に到着する。この駅を境にして、滝駅から南西方向に向かってきた紀勢本線は右にカーブを、して、和歌山市を目指すために北進を始める。山間にある金や田駅、田波駅と過ぎると、やがて枯れ木の段が広がる海岸が、田子駅、和新駅と続いた先のすさみ駅付近まで広がる。 高場駅は新駅間では、鹿との接触事故が多く、沿線のアドベンチャーワールドで飼われているライオンの糞を、機材として線路沿いに巻いたところ、接触事故がなくなったが、一時的な効果に終わっている。この先のミロズ駅須佐美駅間では当線唯一の、信号場である、双子山信号場が設けられている。須佐美駅からは山間を走行し、富田川を渡って、金と大駅を過ぎると、 次第に左手にはアドベンチャーワールドの観覧車が見え始め、右手に引き上げ線が現れると白浜駅に到着する。同駅は白与浜や南紀白浜温泉などの観光地を抱える白浜町の中心駅として位置づけられており、特に夏場には多くの観光客が訪れる関西のリゾート地となっている。新大阪方面からの特急列車のうち半数以上が この白浜駅で折り返している。キータナ駅和歌山駅間キータ駅は、和歌山県中南部の経済の中心となっている、田辺市の中心駅で、かつてキータ機関区があったため、駅構内には多くの留置線があり、この駅を境に普通列車の運転系統が分かれている。また、紀州寺から中壁と大へじが分岐しており、陸上交通においても鉄道においても、 交通の要衝でもあった。キー・タナ駅からは伏線になり、田辺市の市街地を抜け、早駅を過ぎると大名市用トンネルを通過し、日本一の梅の産地を抱えるみな町に入り、南部駅に至る。千里梅林の下にあるトンネルを過ぎると、千里の浜と呼ばれる海岸沿いを走行する。古くからの継承地で、枕の宗師などでその名が見られるほか、 日本有数の赤海亀の産卵地として知られている。岩城駅、霧目駅間の一部区間では、太平洋の絶景を眺めることができ、一部の列車が速度を落として運転するなど、ビューポイントとなっている。霧目駅からは内陸を走行し、稲見駅のすぐ北側には、稲見町のシンボルである、帰る橋を見ることができる。五ー駅では、紀州鉄道が分岐している。五ー駅は、 五房市の郊外に位置しており、中心駅は、奇襲鉄道のキ伊五房駅である。五房駅から、再び北上し、キ伊内原駅、キ伊ユラ駅と続く。キ伊ユラ駅は、蒸気機関車に使用される石炭を廃済みする拠点が、海岸部にあるユラ港に設けられ、その廃炭所を結ぶ目的で、貨物船が分岐していた。この辺りからみかん畑が目立つようになり、 広川ビーチ駅を通過し、醤油発祥の地として知られている、湯浅駅へと至る。かつて、有田鉄道が分岐し、特急の停車駅にもなった藤波駅を過ぎると、精神しながら、JR 西日本管内の在来線では、最長の有田川橋梁を渡って、有田みかんの生産地である、有田市に入り、有田川の右岸を走行する。有田市の代表駅である、三島駅を過ぎて、 半島の先端を回って、石油タンクが立ち並ぶ初島駅に至り、再び東に進路を変えて、下津駅と続く。鴨号駅を杉トンネルを抜けると、再び海岸線を走行するようになり、左手には、紀伊水道が見える。この先の冷水浦駅まで、帰省本線では、海が見える最後の区間で、対岸には、ポルトヨーロッパや工業地帯が見える。 半和道の海南インターチェンジの高架橋をくぐると、左にカーブをしながら、やがて高架橋を走行して、海南駅を通過し、その後も高架橋を走行するも徐々に高度を落として、規制本線最後で180カ所目のトンネルを通過する。トンネルを抜けると、黒駅で和歌山市に入って、名山の南西側を迂回するために、左へカーブして、 しばらく直進で進んだ後、再び右へカーブして、君寺駅を通過し、徐々に和歌山市の市街地を進むようになる。宮前駅を過ぎると左手には、和歌山ビッグホエールと呼ばれる多目的施設が見えるが、かつてここには和歌山三沢駅があった。やがて右手から和歌山電鉄岸川線が寄り添ってくると、和歌山駅に到着する。 和歌山駅和歌山市駅間和歌山駅では、和歌山市行きの列車は8番乗り場から発車する。阪和線と並走し、高架橋をくぐる付近までわずかであるが、和歌山線と線路を共用し、和歌山線の線路が右に分かれる。先に、阪和線が左に分かれ、その後和歌山線が右に分かれていくと、次第に左にカーブをして、阪和線をくぐって、高架橋を上り始め、直線部にある。 キワ駅に至る。キワ駅は1968年まで和歌山駅と称し、和歌山駅は同年まで東和歌山駅と称していた。2008年にキワ駅付近が連続立体交差事業により高架化された。キワ駅を発車すると左にカーブをしながら高架を折り、次第に南海本線が右手から交流する。南海電鉄分回転を通過し、 和歌山市駅に到着する。紀勢本線から南海線への渡り線が設けられているが、この渡り線は非電化であり、紀勢本線の旅客列車が南海線のホームを発着することはない。かつては、この渡り線を介して南海本線から南紀方面への直通列車が運転されていたが、現在は公衆車両輸送時の車両を受け渡しをとしてのみ、利用されている。 起点は亀山駅で亀山駅から新宮駅を経て和歌山市駅方面へ向かう方向が全線を通して下りであり JR 東海が管轄する亀山駅、新宮駅間では列車番号や特急列車の号数は新宮駅へ向かう方向が下り列車につけられる奇数である一方 JR 西日本が管轄する区間の内新宮駅から 和歌山駅までの区間では、和歌山駅へ向かう、下り列車が本来、上り列車につける偶数、逆方向の上り列車が本来、下り列車につける奇数となっている。これは、1989年7月の、東海道本線への乗り入れ開始時に、同線に合わせて変更したためである。名古屋駅からは、伊勢鉄道経由で、紀伊勝浦駅まで特急、 南機が1日四往復運転されていて、他客機には運転本数が増発される。京都駅、新大阪駅から白浜駅、新宮駅までは特急、黒潮が運転されている。1978年10月2日のダイヤ改正前までは、キハ81.82系機動車を使った特急、黒潮やキハ28.58系機動車を使った急行。 奇州1984年2月1日のダイヤ改正まで、旧型客車を使った夜行客車普通列車、早玉などが、名古屋駅和歌山駅天王寺駅間で運行されていたが、同改正以降は亀山駅和歌山駅間を通して走る列車はない。また、東京駅紀伊勝浦駅間には、亀山駅経由で、寝台特急。 キーが1984年1月31日まで運行されていた。天王寺駅及びキー田鍋駅から白浜駅、椿駅、須佐美駅、新宮駅、熊野市駅まではキハ28.58系機動車を使った急行、木の国が運行され、新宮駅以前の電化後も1985年3月14日のダイヤ改正で運行終了するまで機動車で運行されていた。 1959年の帰省本線全線、開通前の1933年から1937年には、関西から白浜への温泉観光列車、黒潮号が運転されていた。運行系統は、JR 東海の亀山駅滝駅間、滝駅新宮駅間と、JR 西日本の新宮駅木板鍋駅間、木板鍋駅五房駅間、五房駅和歌山駅間、 和歌山駅和歌山市駅間の6区間に分かれている。国鉄時代からロングシートの通勤型車両で運用される傾向があった。JR 東海区間は閉塞方式が単線自動閉塞式ではなく自動閉塞式であるため駅間での同一方向への続行運転はできない。そのため特急、快速でも先行の普通列車を追い抜くことはほとんどない。 亀山駅滝駅間津駅滝駅間には、名古屋方面への直通列車である快速、三重が通る。普通列車は、基本的に亀山駅発着であるが、朝夕の一部は松阪駅発着となっている。滝駅発着の列車や木長島方面へ直通する列車は少なく、大半の列車が三宮線と直通運転している。普通列車は、ワンマン運転を行う列車が多い。 快速、三重は、キハ75系起動車、普通列車はキハ25系起動車で運用されている。運転本数は、快速、三重と亀山駅発着の普通列車がそれぞれ日中1時間あたり1本、程度である。津駅松阪駅間は、特定運賃を採用していないが、競合する近鉄名古屋線、山田線に比べて運賃が安い。しかし、運転本数は、 近鉄名古屋線により、大幅に少ない。滝駅新宮駅間滝駅発着の列車が多いが、亀山駅新宮駅間を直通する列車も下り3本、上り1本ある。木永島駅、熊野市駅発着の列車があるほか、下り最終は、亀山発三世谷駅で運転されている。本数は1日10往復程度と少なく、3時間以上、列車の間隔が開く。 時間帯もある。全列車がキハ25系機動車で運行され、大半の列車がワンマン運転を行っている。時間調整や特急の待ち合わせなどのため行き違い可能駅で長時間停車する列車が多い。新宮駅キー田辺駅間1から2時間に1本の間隔で運行されている。一日あたり九から十本の運転が基本で、新宮駅キー勝浦駅間は通勤。 通学需要のため上り12本、下り11本と若干多く、串本駅すさ駅間は1日8往復と、この区間内では最も運転本数が少ない。現在はすべて通勤用の227系電車でワンマン運転を行う。かつては休校用の165系電車や通勤用の105系が主力車両であった。165系電車が使用されていた時代には、 和歌山駅新宮駅を直通運転する普通列車が設定されていた。この区間の標準的な所要時間は3時間弱で、あるが朝降りと夜上りの各1本は2時間20分台で走っており、この区間を走る最も遅い特急列車との所要時間差は20分程度である。2021年3月13日のダイヤ改正までは朝にすさみ発和歌山駅が1本あり、 223系、225系、電車4両編成が充当されていた。この列車はワンマン運転ではなく、この区間の列車で唯一車掌が乗務する普通列車であった。木田辺駅、五坊駅、和歌山駅間、木田辺駅。五坊駅間は1時間に1本程度で、2002年11月以降は、日中は各区間から系統分離され、 2020年4月現在227系電車二両編成によるワンマン運転を行っている。2020年3月以前は遠く間専用の113系2000番台電車二両編成によるワンマン運転が行われていた。ただし、朝と夜には、木ー鍋駅和歌山駅間の列車が223系電車、225系電車、 227軽電車の4両編成で運転され、この場合は車掌上部の列車となる。五房駅折り返しの列車は五房駅で和歌山方面の列車と接続する。また、朝に須さみ発五房駅の直通列車が運転されているほか、2006年6月からは、田辺地区の中学校、高等学校の授業日には、南部発木田辺駅の臨時列車も運転されている。 五房駅和歌山駅間は1時間に1の2本が運行されている。朝と夜の一部時間帯を除いて1時間あたり2本が運行されており、帰省本線の中で最も運転本数の多い区間である。ただし、日中の一部列車は湯浅駅和歌山駅間の運転である。主に223系、225系、227。 軽電車で運行されており、原則として、和歌山駅で、奇襲時快速を含む、阪和線の快速列車との接続が考慮されている。また、阪和線との直通列車も朝晩に設定されており、223系や225系電車で運行されている。五房駅和歌山駅間で、通過運転を行う快速が設定されており、朝に、紀伊タナ発2本、平日の夕方に、 和歌山初伊田辺駅一本の快速列車も運転されている。この区間は特に和歌山側の利用客が比較的多いこともあり、すべて4両編成で運転されている。1992年3月13日までは、半和線からの直通列車を中心に113系の6両編成で運転される列車も存在していた。 半和線との直通運転113系電車による半和線直通天王寺発ご貿駅快速列車、帰省本線の電化後、半和線の電車の乗り入れが開始された。2000年3月10日までは、日中においても天王寺駅ご貿駅、木板鍋駅間直通運転の快速が設定されており、これらの列車が帰省本線内の日中の普通運用も兼ねていた。しかしその後、 列車の運転区間の短縮や、阪和線直通の快速列車の削減が相次ぎ、日中の直通運転も廃止された。2020年現在では、下りは、木板鍋駅、上りは、五房駅までの間で長夜時間帯のみ、直通運転が実施されている。この区間では快速、または普通として運転し、和歌山駅で、 半和線内の種別に変更することが多いが、種別変更せず半和線に直通する列車も存在する。かつては工述する対抗棒列車を含む新大阪市発の快速列車があったが、2018年3月17日のダイヤ改正で新大阪駅からの半和線、帰省本線直通の快速列車の運転は廃止され、新大阪駅から半和線、 規制本線への直通列車は特急のみとなった。この改正で、対抗棒列車を前進とする夜の新大阪発、五貿駅最終列車は、天王寺発大阪経由、五貿駅に変更されたが、2021年3月13日のダイヤ改正で廃止された。キータナ駅和歌山駅間の上りの始発列車と、下りの最終列車は、 2020年3月13日まで、半和線のひねの駅発着で運転されており、半和線内のひねの駅和歌山駅間も各駅に停車し、113系、電車2両編成が運用されていた。この列車は上り下りとも2020年3月14日のダイヤ改正で、木板鍋駅和歌山駅間と和歌山駅、ひねの駅間の列車に系統が分割され、半和線と直通しなくなった。 和歌山駅和歌山市駅間市中は1時間あたり1本運転されている。2010年3月7日までの土曜、休日は2本で運行されていた。この区間では227軽電車によるワンマン運転を行っているが、途中駅である木和駅を含めて全駅で全てのドアが開閉する。運転士による収札は行われないが、時間帯によっては、 JR 西日本メンテックの契約社員による社内改札が行われることがある。この区間は、紀和線とも呼ばれている。正式路線名の規制本線と案内されることはなく、車内の乗り換え案内では、南海側は JR 和歌山駅、JR 側は和歌山市方面、南海が管理する和歌山市駅の案内放送では、紀馬和歌山駅とそれぞれ案内されている。 この区間では1985年3月13日まで、木の国などの南海電気鉄道南ン駅からの直通列車や、新宮方面や和歌山線との直通列車、さらに昔には急行、大和に並結される東京駅直通の寝台車が運行されていたこともある。また、この路線を使って南海の新造車両の公衆輸送が行われており、かつては、 仙北高速鉄道の公衆輸送にも使われていた。和歌山市駅構内の南海本線との渡り線のみ、非電化のままである。2009年には、当時の和歌山市長、大橋健一が、和歌山電鉄岸川線内の河川電圧昇圧を行い、遠く間を経由して、同線、南海加田線と直通列車を運行する構想がある、ことを明らかにしている。 165系電車による天王寺発、新宮駅夜行列車2000年9月30日まで、大阪地区と新宮駅を結ぶ夜行普通列車が運行されており、本節ではこの夜行普通列車を主体に述べる。なお、国鉄時代は大阪側、名古屋側双方を発着する準急の夜行列車もあった。それぞれの遠隔は、大阪対南旗直通誘導列車遠隔。 紀勢本線新宮駅東遊島列車遠隔を参照。1959年の紀勢本線の全通前から天王寺駅発着の夜行列車はあり、紀勢本線の全通により天王寺駅名古屋駅間同士で運行される夜行普通列車となった。1972年までは南海電気鉄道も専用客車左派4801型を保有し、和歌山駅で 天王寺駅発着の列車に連結、開放していた。なお、1984年から新宮駅発着に、1986年から天王寺駅発のみの片道に、1990年から種別が快速列車となり、始発駅も新大阪駅に変更された。1984年1月31日まで、新大社を新宮駅天王寺駅間で連結しており、 1974年の指定席発見システム拡充による新大券発売開始に伴い、何期の列車相性が与えられたが、新大車連結を終了後は公式の相性はなくなった。しかし、この列車は沿線で朝釣りをする人たちによく利用されていたことから、対抗棒列車とも呼ばれていた。これの増発として、臨時快速列車も設定されており、これには、 指定席が設定されていた兼合いで、磯釣りの愛称が与えられていた。その後、1999年10月2日の改正で、新大阪発キ田タ駅となり、キ田タ駅から新宮駅までは臨時列車として延長運転されていたが、2000年9月30日をもって延長運転は廃止された。この列車は、帰省本線内は、 和歌山駅五房駅間の各駅に停車。五房駅からは、快速運転を行い、稲見駅、南部駅に停車していた。2010年3月13日の改正で、新大阪発五房駅となったことで、規制本線内は単なる普通列車となった。大阪側発着夜行普通列車の年貢以後の運行状況は、半和線との直通運転を参照。JR 東海では、 2010年秋から毎年、春、夏、秋に、臨時快速、熊野古道伊勢路号を、滝駅熊野市駅間で運転しているほか、毎年8月17日に行われる、熊野大花火大会の開催日と翌日の未明に、特急、南紀の臨時便や臨時快速、普通列車を、熊野市駅名古屋駅、津駅、亀山駅、滝駅、伊勢市駅、木永島駅、新宮駅の、 各区間で運転している。なお、2011年までは、津駅、伊勢市駅、熊野市駅間に、臨時急行熊野市花火が運転されていた。JR 西日本では、大型時刻表には掲載されないが、和歌山港祭りや気分祭りなど、夏の花火大会に合わせて、臨時普通列車を運行することがある。過去には、ジョイフルトレイを活用し、 1999年4月29日から9月19日にかけて行われた南紀熊野体験博に合わせて、木の国シーサイドが運転されていたほか、ホリデー号やレジャー号、ブラリ、海南号、君いでラ桜参り号、熊野古道ハイキング号、奇襲歴史物語号などの臨時列車が運転されていた。2016年10月には、木の国トレイナート号が運行された。 貨物列車は2016年4月1日の貨物営業廃止までは大変滝工場から変圧器を輸送するため滝駅からの特大貨物列車が臨時で運転されていた2013年3月15日までは稲沢駅四日市駅宇ど野駅間の高速貨物列車が津駅宇ど野駅間で1日 1, 日1日往復運行されていた県陰機は DD51 系ディーゼル機関車、牽引されていた貨車は、古機100系コンテナ車である。コンテナ車は7両編成で運行され、宇どの駅にコンテナ積み下ろし設備がないため基本的に5トンコンテナをここすべて積載していた。荷主は、宇どの駅に専用船が接続する北越機州、静止である。2008年3月15日のダイヤ改正から、 伊勢鉄道伊勢線経由となっていたが、それより前は、稲沢駅四日市駅、亀山駅新宮駅宇土の駅間の経路で運行されていた。1987年の日本貨物、鉄道発足時点では、貨物列車は、稲沢駅、亀山駅傾佐の駅間で運行されていた。列車の編成は、DD51 系ディーゼル機関車2両と、 ワム8万系有害車20両前後、多機5450系タンク車数量で、最後尾には48000系車商車は1両、連結されていた。1994年9月に、ワム8万型による輸送が廃止され、これに代わりコンテナ車による輸送が開始された。コンテナ車は、うどの行き7両、キーサの行き2両が連結されたが、1995年に、荷主である。 共栄川製紙社の工場閉鎖に伴いキーサの行きの連結は廃止された。2000年8月には、車掌車の連結、2002年3月のダイヤ改正では、タンク車の連結が廃止され、列車の編成は DD51 系2両とコンテナ車7両となったが、2008年4月1日から DD51 系の充連運転は廃止され、短期による牽引に変わった。なお、 ダイヤ界整備の3月15日から完全に短期運転に切り替わるまでの間はコンテナ車6両と DD51 系2両の重連で運転されていた。この路線は全通後間もない1959年9月26日の伊勢湾台風をはじめとして何度か台風により長期不通などの被害がもたらされている。2011年9月3日に 日本に上陸した台風12号は、キー半島を中心に大雨をもたらし、河川氾濫や土砂崩れが発生するなど、大きな被害が出た。帰省本線で受けた主な被害は、以下の通り。この被害で、熊野市駅白浜駅間の約 120km が一時不通になり、バス代行輸送が、キー田辺駅新宮駅間で9月6日から、 熊野市駅新宮駅間で9月7日から行われた。普通区間のうち、串本駅白浜駅間は同年9月17日、金ー来駅串本駅間は同年9月26日に運転を再開した。熊野市駅新宮駅間については、井戸川橋梁と新宮駅構内の信号設備の復旧に合わせ、2011年10月11日から運転を再開した。 新宮駅キー勝浦駅間については、和歌山県が河川改修を検討し、復旧工事をする場合はその川幅に合わせて工事をしなければならないため JR 西日本は年内の復旧は難しいとしていたが、和歌山県は橋梁部の河川の拡幅をしないことを決定し、これを受けて JR 西日本は残った鉄橋で復旧を進めることになった。 2011年9月26日から復旧工事が始まり、同年12月3日に運転を再開した。一部区間の運転再開後も、白浜駅に留置されていた2 8 3計6両1本の床下機器が冠水して故障し、また、那智川橋梁が流出したため、新宮駅に3 8 1計6両編成2本、283、 計6両1本が取り残されて車両が不足していることから283系は11月12日から13日にかけて381系は同月13日から14日にかけてと同月19日から20日にかけて名古屋駅経由で京都総合運転所まで公衆輸送された宇どの駅新宮駅間はすでに JR 貨物の第2子鉄道事業が廃止されているが JR 東海の協力により搬出が実現した。この他新宮駅では、105系5本と、キハ85系4両編成2本と、キア95系3両編成1本が取り残された。キータナベ駅キーカツウラ駅間で普通列車に、必要な車両が不足していることから、113系の4両編成や2両編成の2000番台などを、急遽、ツーマンで運転した。 2015年7月17日に日本に上陸した台風11号は四国全域、紀伊半島を中心に大雨をもたらし、熊野川の氾濫や土砂崩れが発生するなど再び大きな被害が出た。帰省本線で受けた主な被害は以下の通り。被害状況の確認と復旧作業を行い、五ぼ駅美の島駅間以外は7月18日までに、 運転を再開したが、五坊駅、三ノ島駅間は、列車の運休が続き、バスによる代行輸送が実施された。この影響により、京都駅、新大阪駅、白浜駅、新宮駅を結ぶ特急、黒潮はすべて運転を休止を余儀なくされる。代替処置として、20日から新大阪駅は鹿山駅、海南駅間に、臨時列車扱いの特急、黒潮を運行した。 一方普通列車は、和歌山方面からの列車は、美ノ島駅で、木田辺方面からの列車は、五房駅での折り返し運転をそれぞれ実施した。当初復旧時期については未定とされていたが、夏休みの行楽シーズンに入ったことに加え、バス代行では朝、有時間帯の田辺市、五房市から、海南市内や和歌山市内への通勤、通学需要に対応しきれていない状況であった。 JR 西日本和歌山支社は、記者会見にて、復旧作業の進捗状況を見た上で、運転再開時期を2015年7月末頃を、目途とした。その後、予定より早く作業が進んだことから2015年7月25日に、踏切、信号機器の作動状態確認の試運転列車を、走らせ、同日限りで、御坊駅、三島駅間のバス代行を終了し、 翌26日の始発より全線での運転を再開し、通常ダイヤに戻された。その後日本列島に接近した台風16号の高波により、再度新宮駅三輪崎駅間で路盤流出が発生し、8月22日から9月1日まで、伊勝浦駅新宮駅間で運行を見合わせ、バスによるピストン輸送を行った。JR 東海全列車。 機動車で運転されている。既成本線、三宮線で使用される車両は、伊勢市駅構内の伊勢車両区に配置されていたが、同区は2016年3月限りで廃止され、名古屋車両区に統合された。JR 西日本289系を除く、全列車が、水田総合車両所のひねの支所に配置されている電車で、運転されている。 貨物列車運行形態の貨物列車の不死を参照。なお、ディーゼル機関車、DD51 型はかつて旅客列車の牽引にも用いられた。機動車電車客車電気機関車、ディーゼル機関車、蒸気機関車、新宮駅、木ー鍋機関では、長い間165系が使用されていたが、165系の老朽化のため1999年10月の ダイヤ改正から105系に置き換えられた。しかし運用を始めた105系はトイレのない4、扉ロングシート車で、このような車両を観光地であり、駅間距離の長い遠く間で運行することは、沿線の自治体や地元から大きな問題として取り上げられ、和歌山県や沿線の自治体で構成されている、規制本線活性加速進協議会が、 JR 西日本に対して要望を行った。この要望を受けて JR 西日本はマリンライナーで使用されていた213系の転用により年出された岡山地区の3扉ロングシートの105系をトイレ設置を含めたリニューアル工事を施行することにより帰省本線に転用を行い二千四年十月二十五日から運用を開始し二千四年度内にも編成すべてに トイレが設置された。トイレの設置にあたっては、5編成分の改造費など6500万円の、うち、和歌山県と規制本線活性化促進協議会が1000万円ずつ、負担している。前日の通り、亀山駅和歌山市駅間が全通したのは、幹線路線としては最も遅い部類に入る1959年で、あり、それまでは、亀山駅滝駅間が三宮線。 和歌山駅和歌山市駅間が、和歌山線のそれぞれ一部、残る滝駅和歌山駅間が、既成東線、中線、再線の3線に分かれて存在していた。亀山駅滝駅間は、最も早く開業した区間である。関西鉄道が、津市線として1891年に、亀山駅津駅間を開業させ、これを延伸する形で、 三宮鉄道が1893年に、津駅大川口駅宮川駅間を開業させた。両社は1907年に国有化され、亀山駅滝駅間は三宮線の一部となった。滝駅三木里駅間は、帰成東線として開業した。大和駅までは、戦前の1934年に開業したが、三木里駅まで開業したのは、 戦後の1958年である、新宮駅串本駅間は、規制中線として開業した。うち、新宮駅キー勝浦駅間は、地元産木材を大型船で台湾方面へ輸送するため、新宮から大型船が入港可能な勝浦に運ぶ目的で、新宮鉄道が1912年から1913年に、 かけて開業させたものを1934年に国有化したものである。あたしか駅新宮駅間、串本駅和歌山駅際駅間は規制再選として開業した。1940年に串本駅、高住駅間と木域元駅新宮駅間が開業し、規制抽選を編入して木域元駅和歌山駅間が規制再選となった。戦後の1956年には、 アタ駅木ーキ元駅間が開業した。1959年に三木ザ駅アタ駅間が開業し、帰省本線が全通した。この時、三宮線の亀山駅滝駅間を編入し、亀山駅和歌山駅間が帰省本線となった。1972年には和歌山線の木和駅和歌山市駅間が編入され、現在の区間となった。以下の年表にて、 南海連絡店、木は連絡店、国社分回店、両社分回店、南海電鉄分回店は、同一地点を指す。全通まで、関西鉄道、三宮鉄道、三宮線、対象初期の亀山駅6軒事故規制東線1942年の、尾瀬駅。駅名標は、尾瀬ではなく、尾瀬。新宮鉄道規制抽選。 新宮鉄道新宮駅の開業時回築直後の、那智駅2代目、駅舎規制中線に、新生配置された、当時の C1198。ボイラー側面に細長い円筒形の茂み式、給水加熱装置が装着され、ネジ式連結器を備えた、得意な姿。規制再線開業当時の稲見駅開業当時の、南部駅北鍋駅での開通宿が風景1935年。 五ロ、終着駅時代の木椿駅構内、駅名標に注目。移る、c 1 1 k 4 5号機は現在福知山駅前で、保存。木は鉄道和歌山線明治大正時代と思われる、和歌山駅前通院後分割民営介護課柿を除く32駅は、無人駅である。新宮駅和歌山駅観光の区間の駅の内柿を、除く38駅は、無人駅である。 和歌山駅和歌山市駅管内の数字は、起点からの営業キロ。廃止区間の駅を除く。うちの数字は、亀山駅起点の営業キロ。ありがとうございます。